こんにちは、デコラジ担当佐藤かなめです。先日から生ラジをやってて、生ラジでこういうカップケーキのホイップを絞るとかいうものを見せてきたんですが、どうやら動画がカクカクで、動画の質が悪くてさ、まあ話できてる分で、私的にはあれはあれで満足なんですけど、こういうねカップケーキの作ってるところが、なんか手が汚くてごめんね、が見えてなかったので、それをちょっとライブではなく、動画でちょっとずつ見え、わかるように説明をしていきたいと思います。まあ、やったことは前回の生ラジとかと同じです。手洗ってきてもいいですか？すいません。ごめんね。で、洗ってきました。ですね、カップケーキの、このカップ部分には、あれ全然見えない、こうか、紙のこう、これごめんね、色がちゃんと混ざってない、あのカラフルな紙に入ったカップケーキというイメージで、こんな風にパステルな紙だったり、こういう水色の紙だったりに入ってるカップケーキというイメージを出したいので、この間はね、このまんま重たくてもいい、このまんま、チャームにしたかったので、ちょっと重ため、全部樹脂粘土で作ったんですよ。でも、気持ちはね、私は、外側のカップ部分はちょっとつるんと感を出したいので、まだ汚れてんの？これ、取れないんだ。こういうとこ気に、そう、このね、周りがプラスチック感の、こう、つるんと感が、こういう、プリント紙、これもう全然色が混ざってない。こんな、でもちょっとちゃんと混ざってるやつ。中は、軽量樹脂粘土なんですよ。あの、こう、スポンジ部分はね。そして、また、ホイップは、軽量のホイップを絞りたいので、意外と軽い素材に、仕上がると思います。こういうのね、全部ね、樹脂粘土が重くて、これも結構な重さになるのね。だからちょっと軽くて、加工もしやすい。このぐらいの重さだったら、なんか加工できるかなと思って。まあ、そしてカップは、今日はね、このサイズで、こんなこう、深いカップだと、それもまたぼってりしちゃうので、このぐらいの浅めの、もう全然どれもあんま綺麗くないの。これぐらいの浅めのカップにふんわりケーキを乗せて、それから上にデコするので、この時点では高さはあんまり出ないようにしています。で、こっちもまあ、こっちはこっちこのサイズができるんですけど、これでも、まあいいかな。まあいいはいいけど。これだとちっちゃいのができます。で、今日はこの大きさのやつを作りたいと思います。作ってみせるやつはね。で、わあ、これあんまり映ってないんだ。自分の指が。ここぐらい出ないと映らないんだ。大変ね。最近、そうね、動画。ライブ配信だと、その場で大体説明できてたり、質問も受けられたり、するので、そうです。それはどこでも売ってるよとか、どこで買ったよとか、そういう交流ができるので、ライブではね、ライブで、お話するのすごく楽しいなと思ってます。それで、ちょっと紙が入ってるかな。ここでもね、やっぱりちょっとペンで、もう自分の指がカサカサしてるからそこにくっつくんですよ。
これまたここにくっつくの？くっつくところ。こんな感じ。紫っていうより、紫になっちゃった。もうちょっと水色入れてもいいの？この時点で。これも水分になっちゃうからね。で、よく練ってください。自分の好きな色がいいもんね、やっぱり。このカップの色ですね、今決めてる。一色だけじゃなく、いろいろブレンドすると、なんか好きな色ができます。よっしゃ。そしてね、ちょっとこの時点で、ツルツルに、シワがないようにして、もうこれでこのまま型入れするというところで、この状態でちょっと放置しておきます。これです。時差で、外の生地と中の生地と作るっていうのが。ちょっと大きめだと、大きめのやつの。これで中の生地。中の生地はちょっとオレンジっぽい生地にしてますね。ピンクだとちょっと、合わないかな。スポンジケーキの生地ってことで。ちょっと。ちょっと出た。黄色も入れたいかな。ごめんね。全然風邪ひいてないんだけど。お茶飲みます。どうだろうな。乾燥してないと思うけどね。どうでしょう。最近編集してないから、最近ね、全然編集してないからね。よし、これで上のスポンジ生地、これはスポンジ生地、少し大きめ、ちょっと大きめっていうか気持ちね、ふわふわしてます。なんか全然あれと違うね。あれと違うねって。よし。じゃあ、一つ目。これで、ポッチョンって入れます。そして、この粘土棒の裏側で、この端っこ、端っこまであんまり上の方までいかないように、端にちょっと。これちょっと乾燥 してると、粘土丸めて乾燥してるとくっつかないので、いいよ、ベタベタしないから。そして、あんまり薄すぎても中が見えちゃうからね。それでちょっと外れたら、嫌なので、ちょっとボンドもちょっとつけておきます。ちょっと質が違う粘土同士なので、これはハーティーソフト。だけど、これももう一回練ります。こっちはね、こっちは柔らかい方がいいから。さっきのやつは練らないで、そのまんま、丸い状態のまんまで入れたけど、こっちは練って、ふわふわな感じにしたら、これで。めっちゃふわふわに、痛めつけた歯ブラシ。それで、トントンします。あんま映ってなかったんでね、この間、こういう作業のとこがね、カクカクで。だからね、カクカクじゃなくする方法は、あんまよくわかんないや。でもなんかニュアンスだけ伝わればいいかな。はい。こうやって撮っても周りのとこちょっと。あ、なんてこと。そしたらね、この外側のこの雰囲気、つるんとした雰囲気と中のふわふわ感は、こう、異色粘土とかね、ちょっと違う粘土を使ってるので、雰囲気が変わりますね。これは全部樹脂粘土。この生地までもね。でも、
もう極端に言ったらこのフナッシーのこれどうしよう。外側も中も樹脂粘土で、こんな感じの、雰囲気のが今まで作ってたこの辺なんですけど、ちょっとやっぱちっちゃいパーツにしようとしても重たくなるので、イヤリングにねしたいなと思っても、ちょっと重たいかな、これイヤリングにできるかな、ちょっと色が微妙にカタカタなんだけど、よし。そしてじゃあもう一つ、このちっちゃめのやつをしようかな、濃い方が可愛いかな、あの外側の色が濃い方が可愛いと思います。そしてそれでね、ここではもうツルツルにガムボールみたいに伸ばして、ここでひびが入らないで置いときます。そして次はパーティーソフト、もうこれは軽量粘土、軽量粘土だよね、軽量粘土です。軽量粘土です。これを今はね、よいしょ、同じスプーンで全部山盛りご飯じゃなくて、ちょっと表面一番上はちょっと平らになってる、あのご飯山盛りご飯ついだよって感じじゃなく、ちょっと平らっぽく上のスポンジ部分、上は黄色にしようかな、じゃあ私今度は他のやつはちょっとオレンジ味がかったやつを入れてるので、今度はちょっとほんのり黄色にします。見えないかな、黄色って白っぽく見えちゃう。ここにこれを入れるじゃん。で上のスポンジ部分はまだちょっと練ってるし、まだこれはもう一回練り直すので、もう一回、そしてこれが練り終わったぐらいにこれを肩に密着させるんです。このような動作がこの間なんかねカクカクになってたし、私が見直して、あの動画がライブが動画で見れるようになったやつも、あんまりこう作業が途切れ途切れで見てなかった、見えてなかったので、ちょっと縁も薄く、中の深さはまあそこそこでいいんですけど、そしてここにちょっとボンドつけておきます。ポロンと取れないように、あんまり塗りすぎてもボンドが外にビャーって出てきちゃうから、少しだけボンドつけました。そして次もう一回上の樹脂粘土じゃない、軽量粘土、ほわほわ、これをちょん、そして歯ブラシでちょんちょん、丸くのせたい人も丸くのせてもいいと思うんですけど、私意外とヘリのところまで、あのスポンジがカップのところまで出てきててもいいし、上にもっとスポンジが、丸くキノコみたいに出てる方が好きな人はそうしてもいいです。そしたらね、あの綺麗に型離れするんですよ。し、このカロカの刃のところがちゃんと、あのスポンジのふわふわなところとこのつるんとしたカップのところが綺麗に出来上がるので、流れ作業でここまでできます。よし。そしたら次、これをこの間ねデコレーションのもしてみせたんですけど、デコレーションもうまく映ってなかったので、今日はちょっとデコレーションもしてみたいな。デコレーションは、いちご、薄いね、パステル調の。そしてちょっと葉っぱ。それから、この間から白いクリームしか絞ってなかったので、今日はちょっとピンククリーム
にしようかな。ちょっと派手なかな。ちょっとここ姫様チックな姫様チックな感じにしたいので、いいんじゃない。なんか結構好きなピンクになりましたね。こんな感じ。そしてミンツ、ミンツと、まあ、イチゴと、バラもちょっと入ってる。あ、こっちに、ちょっとごめんね。バラもちょっと、あります。どこに入れとこう？バラもここに入れとこうか。バラと、それと、ちょっとグリーンがあった、このピンクの、クリームを絞る予定なので、ちょっと葉っぱ、ちょっと薄いけど、これは葉っぱです。それで、ちょっと慣れるために大きなものから絞っていきまーす。あ、またもや見えてない。こんな感じ。そして、そうだね。ピンクにピンクって可愛いよ。ピンクピンクお姫様みたいな。いいじゃん。ピンクピンクのお姫様。ピンクピンクのお姫様でピンクピンクのイチゴとかどう？めっちゃピンク。ピンク好きにはたまらんじゃん。ほら。いいじゃん。そして、この玉でカラフルにつけたら？カラフルな玉つけて、差し色をしたら。白も可愛いよ、白の玉。ピンクのクリームだと白の玉可愛い。そして、バラの花のところに、こういう、どっち向きなの？やっぱちょっといつも向きがあるの。自分の作った中では向きがある。こうやって、花びらつけると、なんか、お上品さが倍増する気がする。自分の中ではね。これがまた、ややこしいな。どっちが上とか下とか、つからない方がよかったかな。こうだな。あれ。好き。いいと思う。自分でいいと思えば。黄色。このクリームいいね。この丸いのが映えるわ。どうだ？全部今日ピンクのクリームだよ。いいかな。ダメって言われても困るけど。大丈夫。この辺で絞る。めっちゃ絞りにくいわ。同じ絞り方。同じ絞り方じゃない方がいい。水色。水色か。水色だったら水色のイチゴ乗せないといけない。そんなこともないか。ピンクのイチゴ。あ、やばい。来てきたぞ。ぎゅっ。なんかこんなん可愛いなったよ。いいね、これ。白いの。全然外れてた。すぐ外れちゃうからな。何年やってんだいって言われるの、本当に。何年だろうな。動画取り出して何年になるんだろうな、本当に。こんな感じ。可愛いね。いいじゃん。かわいいじゃん。あ、やばい。できたやつね、落ちるのだけはやめてほしい。バラのところにつけたら、なんか一気に、バラが、こう、息する感じ。潰れとかな、ここのクリームが。まあ、いいか。そんなに、お、どうですか？よっしゃー。いきまーす。
かわいい。かわいいし、この大きいやつは、このちっちゃいのに比べて、絞れやすい。デコれやすいわ。デコれやすい。ちょっとこれ、ちょっと違う風に絞ってみる。せっかくだから。ほい。ほい。そうだね。どうする？真ん中に。バラ。え、いちご？もうそんな大きいの乗せたらもう乗せられんの。いっか。あんまり乗せないで。バラメインで。あー、青がかぶった隣の帽子。やだー。黄緑。無理やり入れた。ピンクもいいじゃん。白。白意外と、白いいよね。締まりがあるわ、白。白あんま作ってないんだ。はーい。これはこれでいいかな。どうでしょう。ごめんね。こっち側につけようかな。あ、なんかちょっと爽やかな感じ。あー、かわいい。あー、見切れた。いちごのとこはどうする？いちごにも葉っぱつけたい？あ、いちごは。自分のとこにも、このぐらいにしとこっか。あと乗せるんだったら白っぽいとか、水色っぽいとか、ブリオンとかつけたらいいんだろうけどね。なんかこう粘土感とブリオンの質感がちょっと違いすぎるからなぁと。どうするかな。水色の花乗せようかな。斜めに乗せようかな。花びらで葉っぱをつけて、ちょっとバラ感を生き生きとさせたい気がする。でもちょっとブルーと白で、ブルーと白の世界観、パールとか乗せたら一気に華やぐんだろうけどなぁ。パールに頼りたくないなって思う気持ちがこれになっちゃう。置くの大変なんだよね。さて、大きいやつはこれが最後なんですよね。どの絞り方が可愛かった？これが可愛かった？やっぱり。ぴょんぴょんって。めっちゃクリームだって。どうするかなぁ。なんかお姫様、これなんだ、真ん中にちょっと、絶対見切れたとこでやってるのかって言うんだけど、あー、やばい、手についてる。玉つける？これもピンクにピンクの玉つけても守れちゃう。黄緑。ちょっと戻って。横にめっちゃここが広がっちゃった。どうしよう。あ、救えた。ラインで描けば救えるんだ。これは、キュッと絞って、もう、終わる。これで、この上に、はい、横っちょでもいいね。
水色、黄色、この黄色かな。わよし、どうやってこれ難しいな、これ見せるところで絞るのが。これは紫のカップだから紫にしようかな。これなんか可愛いのついてるよ。ネテッドにさ、ほんとクリームがつくとさ、思うようになってくれないんだもん。紫の玉とかあんまないんだね。あんま作ってないんだね。あるけど、ちょっといびつだから、埋め込まないでさ。あ、ほら。かわいい。これ、なんか結構気に入りました。これをピュッとしてめっちゃピンク、華やかなピンク、ドーン。もうこれは、これは白と水色とか散らすだけでいいんじゃない。葉っぱをつけると、葉っぱつけると上品になるので、こんな感じ。あとオレンジにはオレンジのお花を置きます。でもピンクはピンクなんだけどね。クリームピンクはピンクなんですけど、オレンジのお花を置きます。オレンジの花に、ちょっとここ垂れてきたクリームのところをごまかすみたいに葉っぱを、入れてこう。ちょっとね、下に沈んできちゃった。あ、そして、そうね、水色の大きな玉の方が、ちょっと黄色、黄色も、あ、落ちた。でもいいか。こっちから見たらオレンジ、ほらオレンジケーキ、良い感じ。よいしょ。あと2つ、水色。ちょっとあんまりカップがまだらになってんだけどね。これもピンクのクリームでーす。ほほほ。水色です。決まっておりますよ、水色には水色って。ひょっとしたらこっちの水色の方が合うのかな？あれか。こっちの方が可愛い？色が可愛いんだ。じゃあここら辺につける。白とピンク。葉っぱももちろんつけまーす。これついてくれよ。ついてくれよ。こっちがね、自分でね、向きがあるんですよ。向き作らない方が良かったね。あ、全部一緒だけどね。あ、手についた。よし、最後、ピンク。ピンク。ちょっと、紫ピンクかな？ちょっとくすんでる。このピンクと一番合うんじゃないかなと思ってたけど。これどうしよう、バラ乗せないで。
この玉だけで仕上げてみる。派手派手にこんな色にする。どうですかね。ピンクにせる、かわいいから。ただのソフトクリームみたいな。よし、出来上がり。よし、はーい、こういう感じで、出来上がったら、こんな感じでヒートンつけたりとかして、また、飾りたいかなと思ってます。では、今日のデコラジは、この間、ライブでやったカップケーキの作り方を、ちゃんと、カクカクせずに見せてみた。出来上がったらこういう感じに触れるようになります。マット感のあるクリームになるはずです。ちょっと今は触らないけど。じゃあ、また、また、バイバイ。